はい、こんにちは、パーカッションの高見です。ゼロから始めるパーカッションシェケレ編。この動画ではこのシェケレという楽器について1から、いやゼロから解説していく初心者の方に大変優しいレッスン動画となっております。前回までの動画でこのシェケレの基礎知識基本については解説してますので、まだ見てないよという方は概要欄からご覧ください。はい、そして今回ですね、このシェケレでアクセントをつけて振る方法について解説していきます。アクセントっていうのはちょっと目立たせるところ、強調するところといった意味なんですけれども、まあ、シェケレに限らずね、すべての打楽器、パーカッション、いや、すべての楽器においてですね、すべての楽器において、このアクセントがつけられるかどうかっていうのはめちゃくちゃ重要になってきます。アクセントがない演奏っていうのは、まあ、すなわちね、すごい平坦な、のっぺーっとしたね、のっぺりした演奏になってしまいますので、このアクセントつけるところとつけないところっていうね、差をはっきりと出すことによって、その作り出すリズムがより生き生きとしたり、いろいろなニュアンスをつけることができますので、このシェケレにおいてもね、しっかりとアクセントの付け方を学んでいきましょう。はい、まず基本の考え方として、振り物の代表格であるシェーカーで考えてみたいんですけれども、シェーカーという楽器はね、このボディを揺らす、シェイクすることによって、中の粒々が擦れて、シキ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 となるリズムが刻めるという楽器です。はい、で、これを刻みながら、時折、このボディに対して中の粒々を当てる。つまりこれがアクセントになるわけなんですけれども、このアクセントをつけることによって、こう立体的なリズムを作ることができるという楽器なんですね。で、このシェーカーを刻むリズムにおいて、シキ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 って発音してるんですけれども、このシキシキをですね、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーと。まあ4つ、4カウントで感情します。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。はい。で、この1、2、3、4、それぞれにアクセントをつけるとどうなるかっていうと、1、2、3、4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 、それぞれにアクセント。1、2、3、4、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 1、2、3、
動きになります。つまりこういう平行移動ではないということですね。ちょっと回転を加えることによってあまり動かさなくても楽に振ることができます。はい、ではしばらく楽にですね揺らすように振ってみましょう。せーの、スキ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 。はい、こんな感じで揺さぶってください。音がなるべくねずっとこう続いていくようにスキ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 と振ります。はい、でなんか手が疲れちゃうなとかね、痛いなっていう場合は力が入りすぎてる、あるいはこう振りすぎている可能性がありますので、なるべくね小さいところから始めてちょっとずつ揺らしていくというふうにやってみてください。あとコツとしては右手と左手のバランスをなるべく揃える。右手ばっかり頑張るとか左手ばっかり頑張るのではなく、左右ともなるべく均等に同じぐらいの力加減で揺らしてあげる。はい、はい、ではいよいよアクセントをつけていきましょう。アクセントのつけ方はですね、こうシキシキシキと振りながらアクセントをつけたいタイミングの直前で親指を離します。はい、これだけです。なんだそれだけかよっていうね話なんだけれども、実はねこれをやることによってシキ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 ってこう平坦なリズムだったのが効果はあると、シキ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 ってねちょっと勢いがついたっていうかスピード感が出たと思いませんか。はい、これ今こう親指を離してるんですね。はい、ではやり方を解説していきます。わかりやすくするためにですね、このシキ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 って振っている音を一つの発音に対して1、2、3、4、1、2、3、4って4カウントでカウントします。1、2、3、4、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 
スリー、フォーで話す。フォーで親指を話す。つけたいタイミングの1個前で話すと思っていただいて、ワンで着地。もう一回やります。ワン、ツー、スリー、フォーで話す。で、着地。はい。で、話して、着地したタイミングで、親指がこう、ボディにタッチしますね。このタイミングと、ビーズが戻るタイミングが合うことによって、チャッ、チャッ、チャッとね、ちょっと目立った音を鳴らすことができます。これがシェケレの振り方におけるアクセントになります。で、先に言っとくと、まだこれね、こう、叩く音ではありません。はい。これはベースとしてまた別に使えますので、親指だけを離して、離す、戻す、離す、戻す。これだけでチャッチャッチャッと、キレのある音が出るかっていうのを確認してみてください。ワン、ツー、スリー、フォー、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 ワン、フォー、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 ワン。という感じで、まあ、できるだけ、ね、このシキ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 ってこう揺らしてる感覚をキープしながら、フォー、ワン、フォー、ワン、フォー、ワン。っていう、ワンにアクセントをつけるために、フォーで話して、ワン、フォー、ワン、フォー、ワンっていうね、感覚を練習してみてください。はい。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーってね。ワンにアクセントがつけることができれば、もう大体の音楽を合わせることができるんですけども、もっといろいろなバリエーションをやりたい、リズムをやりたいという方は、今度こっちでもアクセントをつけるっていうのを練習してみましょう。はい。例えば、ワン、ツー、スリー、フォーのフォーにアクセントをつけるっていうのをやってみたいと思います。フォーにアクセントをつけるために、その1個前直前の3で、こっちの手を離すっていうことですね。親指を離す。はい。すると、ワン、ツー、スリーで離す。で、フォーで着地。ワン、ツー、スリー、フォー、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 ワン、ツー、スリー、フォー。はい。
はい、ではこれができたら応用編です。今度は4-1 4-1 4と1にアクセントをつけましょう。つまり 1-2-3 4-1-2-3 4-1-2-3 4-1。はい、こう2回連続でタッチするってことですね。 1-2-3 4-1-2-3 4-1-2-3 4-1-2-4。 タタッ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 っていう感じになります。この式式はなるべくキープしながらアクセントをつけていくと、シカ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 。はい、これ前回やったジャジャッジャジャッジャジャッとアクセントの位置が同じだっていうこと分かりますかね。 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 っていうのを今度は違うパターンでやったってことですね。シカ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 。はい、まあ、このように振ることもできるというふうな感じですけれども、ちょっとね難しいと思うんだけれども、ゆっくりからで構いませんので、 1-2-3-4-1-4-1-4-1 タタッタタッタタッってね、こう一周離して着地するっていう感覚をぜひ養ってみてください。はい、でこれができますと、前回やったこのザザっていうのにもアクセントをつけても別にいいじゃんっていうことになりますよね。つまりこうなると、前回やったのはただこのビーズが行って帰ってくるっていう発音だったんですけども、これに対して親指をちょっとこう離してあげることによってアクセントにする、ちょっとアタック感を出すことができます。でこれができると、結構速いテンポになってもくっきりとね、この発音を聞かせることができます。リズムを聞かせることができますので、これも合わせて練習しておくと良いでしょう。はい、というわけで今回はシェケレのアクセントをつけた振り方について解説していきました。まあ、要点だけ言うとですね、この引き引きをキープしながら、アクセントをつけたい直前で親指を離すと。でこっちとこっちで両方アクセントが、好きな位置でつけることができれば、あとはもう組み合わせでどんなリズムでも刻むことができるっていう話になります、理論上は。はい、ただね結構これ難しいと思いますので、じっくりと時間をかけてトライしてみてください。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の皆のために毎日情報を発信しています。他にも動画がたくさんありますので、概要欄の再生リストからぜひご覧になってください。毎週日曜日の YouTube ライブ使ってパーカッションのワークショップもやってますので、ぜひチャンネル登録して参加していただければと思います。はい、それでは次の動画で会いましょう。バイバイ。